僕の活躍期待しててくれていいよ。ラネール地方、ゾーラの里に暮らすゾーラ族。多種族と比べても非常に長命な水の民である。他者の傷を癒す力を持つゾーラの王女ミファーは、その力を買われ、水の神獣バ・ルッタの繰り手に選び出された。ゼルダは使者としてリンクたちと共にゾーラの里へと赴き、ゾーラの王ドレファンに謁見するが、ミファーを神獣の繰り手に。はい、ミファーならばきっと大事をなしてくれるだろうと王も申しておりました。だが神獣を操り厄災を封ずるという大役には相応の危険が伴う。大魔の騎士も現れず、厄災への備えはまだ整っておらんと聞いたぞよ。それは娘を危険な戦いに赴かせるわけには。ですがドレファン様、ご報告が。リンク、また背が伸びたんだ。でも変わらないね。あ、この子はガーディアン？かわいい。ミファー様、雷獣さんより現れた魔物の群れが里に迫っています。お父様は？ドレファン様は自ら指揮を取り迎撃に当たっておられます。その、シド王子はご一緒ではないのですか？シドがいない？シドは私たちに任せて、あなたは里のみんなを。僕の勝ちだね。とどめだよ。
ここまでだよ。クラゲファン、僕の勝ちだね。これを使えばそうなるよね。終わりだ。とどめだよ。そこまでだよ。Mipha! やってみる。
結局僕なのか、リンク。これがあれば。僕の勝ちだね。ミファ。リンク。リンク。
僕頼みか、リンク。ミファ、やってみ、リンク。
先の襲撃でわしらは薬剤への備えが足りんことを思い知らされたぞよ。ゾーラ族にとっても薬剤は決して人ごとではない。わしらもこのハイラルに生きる者として役目を果たさねばなるまい。ミファ、前へ。はい。そなたが神獣の繰り手となることを認めるぞよ。だが必ず無事に戻ってこい。